お天気は二重丸。お出かけするのは気分次第ですね。皆さん、おはようございます。ウィンでございます。それでは、張り切って参りましょう。ズーム、ウィーン。おはようございます。本日はご覧の通り、あなたのデスクトップから中継でお届けしております。それではその他の地域と中継を結んでみましょう。トップバッターはハードディスクのイエローちゃん。はいはい、おはようございます。私は今ハードディスクに来ています。ちょっと見てください。うわー、散らかってますね。掃除してないみたいですね。データの分散はトラブルの元になるって今問題になってるんですよ。あー、もういらないファイルが山積みになってます。今話題のゴミ屋敷ならぬゴミディスクですね。あらら、朝からショッキングな映像でしたね。それでは続いて CPU 広場のグリーンさん。暑い。こちら、ヒートシンク前、CPU 広場のグリーンです。ただいま、湿度、気温、ともにぐんぐん上昇中。わかっています。どうせ私には、このような過酷な現場がお似合い。可憐に咲いて、散れば、泥。これからの季節、クロック周波数の上げすぎには注意してくださいね。さて続いては、インターネットエクスプローラーのテンポラリーファイル前のレッドさん。どうしたんですか？一体何事でしょうか？レッドさん？こちらレッド！ちょっとまずいよ！絶対放送できねえって！なんだよこれ。もうちょっと冗談じゃねえよ。おい、レッドさん、どうしましたか？レッドさん、まずいって。これもう子供だって見てたぞってば。もうレッドさん、レッドさん、おい、中継止めて止めて。なんで私がこんなとこによ。レッドさん、レッドさん。この放送はテックウィンの提供でお送りいたしました。